赤舟山は群馬県神奈町、藤岡市にある山である。三籠山系の最高峰。山頂に一等三角点がある。公天の時は山頂より南方に富士山を望むことができる。主に石炭機からジュラ楽の玄武岩及びメランジュ機質の付加体コンプレックスからなり、秩父帯に属す。周辺の植生は主に落葉広葉樹林であるが、 山岳付近では、杉などが植林された人工林が主となる。標高900メートル程度までは主に小ならやカエデ、松などの雑木林様であるが、より標高が高くなるとから松、水奈白丹波などが主な樹種となる。また、春、夏にかけて、ヤシオツツジ、レンゲショウマ、シモツケ、コアジサイ、イブキトラノウ、トリカブトなど、様々な花が臨床に見られる。 冬は乾燥しており、雪が降っても、寝雪となることはない。路面は凍結するため、鬼ホコスーパー林道は、陶器閉鎖される。塩沢川沿いの標高を900メートル付近に早きがあり、陶器は結氷し氷沃となる。熊やかイノシシ等が生息する。鬼ホコスーパー林道から登るコースが、一般的。 三籠森林公園の管理棟に駐車場がある。また、管理棟より、さらに林道を奥に進むと、東、南、西登山道の入り口があり、それぞれ数台ずつ自動車を止められるスペースがある。それぞれ20から30分程度で山頂に到達、可能。また、早滝から分岐して登るコースもあり、こちらは山頂まで2から3時間程度。ありがとうございます。